少年正体不明の幽霊が目撃されています。何のこっちゃ。そう、雰囲気はあるな。何もない感じですか、そのリアクションは。変な感じはする。蚊が多いな、ここ。はい、蚊がなんかすごい耳元でブンブンうるさいんです、ここ。あるんだ、一応。ん？気配はあるけど姿は見えない感じ？うん、あら。今俺の後ろにおるんだよね。視聴者さん見えますか？今かっちゃんの後ろにいるっぽいです。ああ、持ってきてないな。久々のごちそうやもんで来やがるな。そういうことか。とりあえず階段登って、この兜神社なんて呼ぶんだろうの方を見てみる感じでいいですかね。せっかく静かな場所なのに。幽霊の声が。そうだもんな。そうですね、土地自体は結構広そうな感じなので、多分探索すれば向こうから行けるのかな。向こうに坂道があるので多分行けるっちゃ行けると思うけど、こっちの、こっちの木の奥のここに坂道があるので、多分こう行ってぐいーっと多分行けるんだと思う。でこっちのこの下のあの道の方に、赤ちゃんがまた自由に探索をし始めたぞ。反応ゼロでは本当になさそうだな。よかったよかった。こっちが本来その神社の参拝の方なのかな。すごいな、なんかもうこの鳥居からなんかもう年代物っていう感じ。整備されてない。だけどこれは綺麗なんだよな。しっかり人工の手はあるようだ。なんのやつなんだこれ。祭りとかに立てる旗なんだろうな、立て、あの、上り。うんうんうん。ついていこう。階段の上にはえらく斜めってんだ。わーわー、聞こえなかった。それは来るなというお達しですかね。あら、向こうにもなんか旗が立ってる。わ、急に大きくなってきた。
なんか生ぬるくなってきた、うん、こっちは何？人が手に入ってるもの。まあそうですね、旗もなんか綺麗な、綺麗な旗だし風鈴も出そうですね。何やろここは不動明王。これ肝試しで来いって言われたらなかなか度胸いるタイプの夜場所に化けるな。単純にあれだね、旗新しかったりね、葉っぱ揺れてねえっすよ。おう、確かに。なんでこの後ろから来るほんのりした風じゃないの？だったらこの旗揺れてもよくね。風鈴のあの紙って軽いんだな。いや、ビニールでできとるぞ。すげえ。すげえ。写真家なんかがもうボロボロになっとるね。うん、なんかパッと見ホラーなんですよね、なんかあの、うん、ちょっと分かりますか、なんかその人のそれが映ってるねえ。はい、無風だよね。あ、でもこっちになんかそういう、おっと、珍しくなんか強いところを引いてしまったか。もっと良くない。風無風だよね。そうですね。向こう揺れてないね。本当だ、こっちの方全然揺れてないですな。あくまであの入り口側だけ揺れてる感じ。これ夜来る感じになります。これはひどいな。オーブはいらっしゃいますか、ここ今。いるな。いい子も悪い子も。今なんか幽霊1個指さしてって言ったらどの辺にいらっしゃいます？どこどこ。風鈴を揺らしてください。
右側だけでいいから風鈴揺らしてみてごらん。なんでって言われた。これでいいってやって、どうする。いや、もう十分十分もう止めてもいいよ。ああ、なんか体感弱くなった気がするな、確かに。あの辺止まったでしょ。うん、あの旗のある手前のところあたりが主にこっち止まったんですよ、もう完全に。だろう、不思議。もう一回動かしてみ、動かせ、やれ。あ、だんだん揺れ始めたでしょ。な、完全俺らをおちょくりやがった。おお。動かせ。動かしてくれりゃええの。幽霊は新しい方ですか、古い方ですか。古くもない、新しくもない。ほらほらほら、ほら順番に走ってきた。ほらほらほら、こっちも入れ始めるぞ。ほらほらほら、来るぞ。これ揺らすのに結構時間かかるね。ほらほら来たでしょ、順番に向こうから。ほら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 、うん、ほら、こんな揺れるほど風あるかって言ったらないんだよな、正直。ないだろ、鳩揺れてねえもん。もう止めていいぞ、止めろ。止まったでしょ。おお。これでちょっと信じてくれた、霊感があるって。視聴者さん信じてくれましたかって。多分無意に言われてんだよな。お前だよ一番信じてない。そんなに無意を信者にしたいのか。偶然だろうと思ってるやろ。うん。旗揺れるのに風鈴が揺れるんやぞ。科学者連れてきて証明してって言いたいよね。何が？あの。かっちゃんのこれ嘘だと思うから、科学者さんちょっとこれ証明しやってって。あのでもちゃんと向こうから来るぞって言ったらだんだんだん揺れ始めてくるでしょ、うん、で止めろって言ったら止まってくるやろ、スーって。うん、旗は揺れてねえんだぞ、ほとんど全然。あんな一番風受けるものが。そう、あのなんていうかね、嘘だというふうに考えてもそれを証明できる手段が俺の中にないから、誰かなんかこれを嘘だと説得できる、証明できる人が欲しい。あのなるほど。じゃなきゃもうあの本物って信じるしかないっていう、その選択肢だからさ、現状これ。だって本物嘘だったらさ、あの旗すら動くやん、うん、でかいから。そうですね、だいぶなんか揺れやすいぐらいにはなんかなってるんですけどね。だって変なんだし、この旗がさ、こうやってほら、ふーって吹くだけでも揺れるんやぞ。うん、今揺れたな、波打ったな。だろう、それが揺れずに風鈴のあの重たいビニールだけが動き始めるんやね。楽しんでまだやってるけど、もうやらんでいいのにね。どう、これが科学でどう思われるか。ほんで視聴者さんはどう思いますでしょうか。どう思いますでしょうか。なんていうか、一回さ、信じない組と信じる派に分かれてディベートしたいわ。いや、これは、だからこういうだから、こういうのを花さんぐらいしか信用しねえんじゃねえか。霊感そこそこあって、分かる人しか。うん、俺、今見てみ、ものすげえ風もね、風が吹いてきたり、
あらまあ。うん。だから言ってるじゃない。お化けさんとお話ができるっていう。誰も知らない。なんていうかさ、あんなけんさ動かぬものを見せてさ、うん、うん、インチキっていうやつもおるでな。このお社の方はそんなにですかな。重いな、ここ空気。うん、なんか空気の質が変わったレベルで重たいんだけど、空気がすげえな、ここ本物の鳩やと思ってたらビビってやねんか。え？それか。これそうだよ、確かに本物に見えるな。あ、入ろうと思えば中に入れちゃう。これは悪い情報だ。ああ、ほんむちゃりな、ここ息苦しい、息苦しい、うん、熱のせいじゃねえのな。うん、手だるくなってきた。どうします、あの虫除けだけもっとなんか対策して夜クルリスト入れます。これうん、どうなんですか。はい。